80式魚雷は海上自衛隊が運用している超魚雷。国産初の優先ホーミング魚雷であり、潜水艦搭載の対潜水艦、対水上艦向け兵装である。開発名称 GRX、装備記号は G-11、1980年に正式採用された。開発は技術研究本部、製造は三菱重工業。海上自衛隊は 1960年代以末より潜水艦搭載用誘導魚雷としてアメリカ製のマーク37を導入していた。アメリカでは1972年より高性能のマーク48の導入が開始されるなど日本でもより高性能の魚雷が求められていた。新型潜水艦用魚雷の開発は1965年より開始されており、 実用試験は1975年により行われている。マーク37を上回る性能の魚雷を開発できたため、これが80式長魚雷として正式採用された。自己誘導方式のマーク37と異なり、80式は優先誘導が可能でアクティブ・パッシブソナーを持つ。胴体直径は マーク37と同じ 48.3cm、その他のサイズは公表されていないが、マーク37と同等とされている。海上自衛隊潜水艦の魚雷発射艦は直径 533mm であるため、発射についてはスイムアウト方式をとる。酸化銀電池を用いた電気推進であり、二重反転プロペラにより、 推定30キロトン以上の速度を有するなど、マーク37を上回る性能となった。80式の成果を経て、後に大型、高速化した89式が開発されている。ありがとうございます。